こんにちは、佐藤ちんです。今回はこちら。4月8日新発売ペヤング限定販売チンパク入りです。はい、こちらセブンイレブンで売ってたんですけれども、250円で税込み270円ぐらいですかね。食べていきたいと思います。それでは早速行ってきましょう。ちなみにですね、こちらとも比較していきたいと思います。パッケージを比較するとこんな感じ。限定販売ペヤング。通常がですね、エネルギー544キロカロリー、タンパク質 8.9、 脂質 27.6、 炭水化物 64.9、 食塩 3.6 となっています。1食あたり 120g です。金の方は1食あたり 120g、 こちらは一緒で、エネルギーが先ほど通常は544に比べて、こっちはね559になってるね。15キロカロリー、火薬あたりが変わってるのかと思います。金箔にねカロリーはないと思うんで、タンパク質が 8.9 から10.1になりましたね。タンパク質が増えていく 1.2g ですけど、そして脂質 28.3、 先ほどが 27.6 で、炭水化物が 64.9 から66.0、 食塩が 3.6 から 4.1、 あ、食塩が増えてるね、 0.5g。 カロリーが高め。それでは開けていきましょう。まあ、このパッケージを開けるとですよ。でれつてつててん。ヒカキンさんとかセイキンさんやると思ったんだけどね。まだやってないですね。はい、開けるとこんな感じ。まず、ここから開ける。はい、こちら。百数十円に対して、これがね、270円なんですけれども、税込み。これで100円分ぐらい取ってますね。パッケージと、この金箔で100円ぐらいボリュームアップしてます。で、ソースで、火薬で、通常の中身も開けてみましょう。こちらが金箔バージョン。ちょっとね、この上の表紙が赤くなってますね。オープン。ソースは一緒で、調味料が多少違うのかな。見た目はですね、ほぼ変わらないっす。ほぼ変わらず、ほいほいほい。っていうか全くわからないですね。ソースも一緒。麺もですね、ほぼ変わらない気がする。多少ですよ。多少こっちの方のが、多少金箔入りの方のが濃い気がする。濃い気がするだけかもしれないけど。なんでだ？まあ、いっか。わかる方、コメントください。説明欄を見てもですね、なかなかわからないんですよね。はい、それでは作っていきましょう。入れまーす。こちらにですね、この目にも止まらぬ小ささの金箔入れます。どう、みんな、これ金箔だよ。ちょっとだけね。はい、それではいただいていきましょう。このさ、ペヤングの激辛のやつ、一時期にはまって食べてたんだけど、太った、明らかに。なのでね、久々に食べます。ペヤング、いただきます。金箔を混ぜちゃうと、もうほぼほぼ見えなくなりますね。いただきます。正直に言うと、普通、It's normal。 じゃあ続いては普通の方、普通の方を食べていこう。はい、こちらが普通の方。実食。全くわからん。わからん。はい、動画では使ってこなかった、買っといたんですけど、こちら金箔。やっぱりこれを入れて美味しそうに見えるんじゃないかなと思ってやっていきたいと思います。それでは いきます。
ちゃこぼれる。あふれんばかりの金箔、これぞ金箔ペヤング。はい、それでは金箔ペヤングいただきましょう。いただきます。これぐらい入って、見てこれすごくない？うわねえ、これぐらい入ればなんかね、わあちょっと食べてみたいなーってなるよね。いただきます。うん、全く味はしないけれども、たくさん入れるとなんか鉄を食べてる感覚に脳がなって、おろってなるよね。やっぱりね、ちょっと乗ってるぐらいが高級感あふれていいのかなって思いました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらのペヤング、どうだった？みんなコメントお願いします。これ食べてみたいな、そうでもないなと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あいなに、あいなに、久々の家動画でした。バイバイ。ちょっと明るくなったやつ、ちょっと明るくなったぞ。これじゃ殺人で、だだだだだ、パパパパ、殺人って言っちゃう。これじゃ殺人、ああ、ああ。